ラッサ市は、中華人民共和国チベット自治区の中央部に位置し、同自治区を構成する地球市の一つ。中国政府が、チベットのコトラサとその周辺地域を合わせて1960年に設置した。地域は、チベットのコトラサとその郊外からなる、上巻区とトゥールンデチェン区の二つの四角区、その周辺の六つのゾーンで構成されている。地球市は、 中国の行政区画制度において、二級行政区画に分類される行政体の一種である。自治区人民政府は上管区内に設置されている。本市の東方に位置する路下市とともに中央チベット東部の宇地方を構成する。総面積3万平方キロ、宿面積523平方キロ、人口37.3万人、非農業人口14万人。 チベット族が87%を占める。本市の中心部に設置された上管区は古くからチベットの政治的、文化的中枢であったこと、ラサであり、トバン王朝やダライラマ政権の時代には首都が置かれた。このことラサは、チベット、モンゴル、満州などの諸民族から構成される、チベット仏教文化圏の中枢都市であった。中華人民共和国が1956年に、 設置したチベット自治区ヒカルソ委員会はこの市に本拠を置き、1965年に発足させたチベット自治区の主婦にもなっている。チベット語で、ラワカミもしくはフツ、サワ土地を意味し、聖地を意味する。標準チベット語での正式名は、ラサドンキエル。ラサ方言では、エル、サヘイサと呼ばれている。チベット中央部、ヤルンツンポカ流域に位置する。海抜3。 七百メートルにある。ラサ市は、コトラサとその郊外からなる上管区と、その西のトゥールンデチェン区、周辺の六つの県で構成される。本市の東方に位置する三南地区とともに、中央チベット東部のウ地方を構成する。チベット民族が八十七パーセントを占める。欠片の気候区分では、温帯カウ気候とステップ気候との境にあたる。七世紀前半、ドバンの孫千安ポの時代に、 チベットの都と定められた。9世紀にトバンが崩壊して以後、チベットの政治的中心は、時期ごとの覇者たちの本拠に点々と移動したが、トゥルナンジを有するラソの宗教的中心地としての地位は不動であった。17世紀に発足したガンデンポタン政権の時代に再び、チベットの政治的中枢の所在地となった。ガンデンカンサルグー、ポタラグー、ノルブリンカグーなどの施設は、 この政権の時代の行政機構の拠点として建設されたものである。中華人民共和国は1951年に人民解放軍をラサに進駐させたが、ガンデンポタンとの間に締結した17カ条、協定に基づき、引き続きガンデンポタンによる統治が継続した。1959年にチベット動乱がラサにまで波及。ダライラマとガンデンポタンはチベットを脱出。 中国政府は、現チベット地方政府の廃止を布告、岩田ポタンの管轄下にあった、チベットのチベット部分に対する統治に乗り出し、岩田ポタン時代の行政区画を開廃し、翌1960年、コトラサとその近隣地方を合わせて、地球シラサ市を設置した。1986年以来対外開放され、テレビ塔も立つなど、 西部大開発が進められ、次第に観光都市として発展している。1950年代初頭ラサの環状巡礼路リンコル寺の内部は、ミプンガ、コトラサ近郊の18の、ゾンシカはショルレーガ、ウー地方の北部は、ウーイコールチキャップが管轄していた。1960年の中国人民政府によるラサ市の設置にあたり、以上の地域に加え、 チャンチキャップの管轄下にあった一部のゾンシカがラサ市に組み込まれ、上管区とラサ市所属の7県に再編された。1964年、行政区画が再編され、ニャンティ地区から4県が移管された。その後も、隣接の地区とで管轄県の移動があり、2005年に7県となる。三死かつく、5県を管轄する。ラサ直かつく、編集キャップ、編集ラサベンジどころ、 編集チベット地方ラサシ、編集チベット自治区ラサシ、編集ラサシ人民政府は2005年の経済目標として、市の総生産額87億人民元、市区住民1人当たり収入1万元、農民収入2985元を掲げている。この数字を見ると、市区部は観光業を中心に収入増が進んでいるが、農村部にはなかなか及んでいないように見える。 2006年7月に製造鉄道が開通し、観光業の飛躍的な発展が予測されている。製造鉄道ラサイキラサは国務院により国家歴史文化名城に指定され、ポタラグーは1994年にユネスコの世界遺産にラサのポタラグーの歴史的遺跡群として登録、トゥルナンジも2000年に拡大登録、ノルブリンカも2001年拡大登録された。現在、 年間40万人から50万人の観光客がある。ありがとうございます。